こんにちは、しょいみチャンネルのしーほです。はい、ということで今回はですね、今回は久々にアベイルにでお買い物、アベイルでお買い物をしてきたので、今回はね、そちらの購入品紹介をしていこうと思います。近くにアベイルがあったんですよ、習い事のね。でよく行ってたんですけど、私まで習い事やめてから行かなくなっちゃって、そうアベイル時代も潰れちゃって、そうそう、今回はねちょっと遠出っていうわけでもないけど、ね、アベイルに行ってきました。すごい久々でね、楽しかった本当にお買い物が。ということで早速ね紹介していきたいと思います。まずね、一つ目、あのですね、私そうずっと前から水着を探してていいのがなかったんですけど、ね、今回ね水着をね買いました。とこんな感じです。こういうやつです。わかんないな、こういう感じの水着をね買いました。超可愛くない？超可愛い。私あの友達とこの夏プールに行きたくて、まだ予定とかはないんですけど、まずは水着だろうと思って水着をね見まして選びました。めっちゃ可愛い。まずねシンプルがすごい可愛いなと。こんな感じ、可愛くない？こんな感じで腕のところがねフリフリでね、で下がこういう感じになってるの可愛いですね。でね、お腹も見えそうで見えないんだよね。そうでね、その上に着るラッシュガードも買ってきました。こちら普通のラッシュガードです。こちらはこれをね、あの着ていこうかなと思います。でマジでね、明日ちょっとね友達とね予定を合わせていきたいなと思います。次はこちらでございます。こちら可愛くない？モノクロ T シャツ可愛い。これ下なんで合うなと思って買いました。デニム回し黒回し、可愛くないですか？とても可愛い。ちょっとね透けるかなとか思ったんですけど、全然余裕そうでよかったです。可愛い、着たいと思います。次、私が買ったのあとアクセサリーなんですけど、まずねこちら黒いねカチューシャを買いました。あんまね分かりづらいんだけど、うねうねしてるの分かるかな、なんか血液のなんていうの DNA みたいな感じの分かるかな、なんか DNA みたいな感じになってるの、なんかうねそうクロスしてる、そうこうやってくるくるってなったんだけど、超かわいい。あ、超わかりづらい画角だと。髪が黒いから金髪の人だったらさ超目立ってたよね黒あとーみたいなうち黒黒だからさ、なんかシーじゃない、まあいいかわいいですこれ。マジでごめん、画角わかんないかも全然。シーンって何？なんか落ち着いてるって感じ。あ、なるほど、シーンの意味がわかんなかった。まあ分かる人には分かる、私は分かった。見て、次行きます。次はこちら。え、それ立ってるけどあら、やだ、失礼次はこれでいいか。こちらの、シュシュを買いました。こちらね、色が白と黒あって、なんかすごいね高級感あふれる素材なんですよ。超可愛い。そうで、私シュシュ持ってたんですけど、あの大きいのしかなくて、しかもなんかなんていうのかな、透明感あふれるやつだったんですよ、持ってたのが。なんかすごい安っぽく見えるっていうか、なんていうんだろうな、すごいサラサラしてたので、こういう生地のね白黒が欲しかったので買いました。超可愛いです。こちら2つで390円、やったーい。次いきます。そうですね、私が買ったのはこれが最後かな、これぐらいですね。で、ママが買ったやつを紹介していきます。おまけですね。まずクリップ、
おママさん最近こちらにハマっているそうで、こうやってます、これでますね、これが役なんだそうです。続いてもこちらクリップ、こちらもこう止めるそうです、楽なんだそうです最後にこちら、これも止めるやつです。こちらちょっと幅が広いですね、楽なんだそうです。以上お次はこちら、これバスマットです。これなんか可愛いですよね、すごい可愛い、もう編み方それ可愛い、こんな感じのね、なんか編み目なんですけど、これね、まあ、引くそうです。汚かったら何に使うんだって感じだけど引いてね、お風呂上がりの時とか使うそうです。次がラストですね、ラストこちら、これね、お靴でございます。こちらのサンダルですね、ここにね、リボンがついてる、私好みの、これママのです。そう、かわいくない、かわいいってダイゴさん見てじゃない、なんと先日ね、あの渋谷を歩いてたらサンダルが壊れました。そうなの、なんかバキンみたいな、そうベキそうなっちゃってて、まあ、去年から履いてたやつだからね、まあいつ壊れてもよかったんだけど、そのサンダルもアベールで買ったサンダルで、だからそうなんです。はい、買いましたね。はい、ということで以上でございます。はい、ということで今回はね、あのアベールでね、アベールでの購入品紹介をしてみました。ということで、それではバイバーイ。